べてそうだとは最近言い切れなくなってきていますが、まあ、やはりね BMW はこういったロングツーリングに適合するようなシートを作らせたら、おそらく私は右に出るブランドは他にないのではないかと思います。ということで高速道路は、まあ、当たり前といえば当たり前ですが、とても快適なクルージングを楽しむことができます。それではいつもの峠道を走ってみたいと思います。ここに至るまでにいろいろと試してみたんですが、やはりこのモデルも現代的なバイクらしく、前輪荷重を増やすことに相当注力したんじゃないのかなという印象です。でこのようにスロットルを大きく開けても、まあ、確かにですねテレスコピックフロントフォークなので、こうフォークがスッと伸びるような感触はあるんですけれども、まあ、それでもですねフロントフォークがこう伸びつつも、フロントタイヤはしっとりと路面に追従していて、まあ、なかなかですねこう感触が軽くなったりとか、グリップが失われたりとか、まあ、そこまでには至らないといった感じ、まあ、やはりですね現代のバイクなんだなという感じがします。これからですね峠道を走るわけですが、そうですねダイナミックプロじゃなくてダイナミックにしましょうか。はい、今ね走行モードをダイナミックに変更しました。今ギア3速ですが、3速だとそうですねやはりこのモデルもあまりエンジンを回している感触というのはないんですよね。確かこのモデルはピークパワーが136馬力だったかな、で最大トルクが143ニュートンメーターだったと思いますが、まあ、それだけの、ね、パワーを発揮するモデルではあるんですけれども、エンジンの回転数今2000回転ぐらいですからね、これだとさすがにといった感じで、ちょっと2速にシフトダウンしましょうか。はい、2速でね少しスロットル開けるとようやくエンジン回り始めたなという、そういった印象ですが、まあでも2速でもまだタコメーターのスケールは本当に余裕がたっぷり残されているという感じで、これだとスーパースポーツみたいに1速になっちゃいますよね。1速でようやくエンジンをね、中回転域ぐらいまで回しているといった感じ、まあ、ただこれだとね少しやりすぎなので、まあ、やはり2速でしょうかね。まあ、意外といえば意外なんですが、ボクサーエンジンというのはもともと古いモデルから連綿と結構高回転を欲しがる特性ではあったんですよね。でこのモデルもねそういったところをしっかりと受け継いでいるといった感じなので、まあ、2速でね行きましょうか。まあ、このエンジンも素晴らしいんですが、高速道路でコメントした通り、やはりね BMW というメーカーはこの車体と前後のサスペンションの作り方が本当にうまい。もうこうやって走っていると、もうまだ走り始めたばかりですけども、それが分かります。具体的に言うと車体はあまり揺れないんですよね。それより下の、まあ、いわゆるそのバネ下サスペンションの部分が忙しく動いて、まあ、路面をねしっかりと捉えてなかなか離れようとしないといった感じなので、本当にこう路面の追従性も高いんですけれども、もっと言えばですね接地感が本当に強い。高速道路である程度予測はしていたんですけれども、これほど接地感が強いとは思いませんでした。このモデルは高速道路で言った通り車重はそこそこあって、走行可能状態で 250kg でしたかね。で今日私はそれが完成形だと思うので、あえてトップケースとパニアケースをつけて、それで撮影機材がだいたい 7-8kg 積んでますかね、まあ、そんな感じなんですけれども、それよりももっと重たい車体に乗っているような感じ、こうグッと上からもう車体を押さえつけてくるような感じなんですけれども、このように、ね、コーナリング中は左右への身のこなしというか、バンク方向、リーン方向への車体の動きが本当に軽いんですよね。全く力いらない。シートにほんのちょっと入力してやるだけでもうスッとこう寝てくれる、そういった感じ、まあ、この辺りのフィーリングはね、やはりクランクシャフトの回転が、まあ、縦配置といいますかね、そういったモデルならではのフィーリングだなと思います。エンジンの内部の回転部品が高速で回り始めても、それに伴うジャイロ効果の発生が、まあ、リーン方向の動きに影響しづらいというところはあると思うんですが、まあ、そういったね、理屈上のフィーリングが、まあ、実際に乗ってみるとまさにその通りといった感じです。
ここはもう路面がかなり荒れてきているんですけれども、車体はもう先ほども言った通り車体の上側はね結構もう滑るように走ってるんですが、前後の足回りがものすごく忙しく動いて、ほとんどのギャップをもう吸収してしまうというかね、収束させてしまう感じなので、まあ、先ほどの接地感の強さと合わせてもうライダーはもう走っていても何ら不安がないといった印象。そしてまあ先ほども言った通り輪方向への動きが軽いんで、まあ、最近そういうモデルに乗ること多いですけども、このモデルも上りの峠道であれば本当にそこそこ出していてもフロントブレーキの出番はないといった感じです。電子制御スロットルのチューニングというか設定もねかなりうまくできているというか、絶品と言ってもいいんでしょうね。とにかくこうスロットルの開け閉めだけで峠道を楽しく走れてしまうような扱いやすさがあります。ここも結構回り込んでるんですけども、このセンターラインに合わせてライダーがシートにこうずっとこう入力して調節してやるだけで本当にニュートラルなハンドリングというか、あまり力を入れすぎると本当にインに早くつきすぎてしまうぐらいなんですよね。それぐらいよく曲がる。最近ではね結構 BMW も若々しいデザインのモデルが増えてきていますが、まあ昔のね結構おっさん臭い時代の BMW も実は追っかけようとするとなかなか追いつけないというか、 BMW は実は結構速いというのは、まあ、多くの方がね知っているというか周知の事実だと思いますが、まあ、このモデルぐらいになるとそういった面はね、余計際立っているといった感じです。で、先ほどのポイントよりもここは縦溝が切っていますし、より路面が荒れたエリアに入ってきていますが、タイヤの接地感はね相変わらずめちゃくちゃ強い。おそらくというか私がこれまで乗った数々のバイクの中でこのモデルのタイヤの接地感はピカイチというか、おそらく一番強いんじゃないのかなと私は感じています。ハンドリングも、まあ、先ほどねあまり元気よく入力してしまうとリー方向の動きがとにかく軽いんで曲がりすぎてしまうといったところはありますが、まあなんというかライダーはね本当に自分の進行方向に目を向けているだけで、まあ、それだけで本当に思った方向にスーッと曲がっていってくれるといった感じです。ここもね結構ハンドリングが修正しなきゃいけないモデルも多いんですが、ここでも全くそんな必要はないですね。こういった点ではねこのモデル安心感は高いんですけれども、まあやはりね出せば早いモデルなだけに、自制心はね必要なモデルかなという気がしますね。ここもねかなりくるっとこう回り込んで、また次も同じようなコーナーが今度左側という感じで、ここもねハンドル修正が必要になる場合も多いんですが、全くその必要もない。むしろかなり余裕が残されているといった感じで本当に曲がりやすい。フロントはどちらかというと消しゴムを机に強くなすりつけているような、そういった感触が強くてちょっと粘るかなという感じなんですけれども、まあ、そういった印象とは裏腹に本当に曲がりやすいんですよね。はい、それでは U ターンします。そうですね、ハンドル切れ角はまあそこそこありますけれども、まあやはりね路肩のラインを少し割り込んでしまいましたね。ただ高速道路でねコメントした通り、まあボクサーエンジンね横にシリンダーが突き出しているので、バンク角の確保そして運動性を高めるという意味でシリンダーとクランクの位置は上がってきてるよというコメントはしましたが、まあ、先ほど U ターンした時もやはりそんな感じですね。これまでのボクサーというと、まあ、結構前のモデルですけども、まあ、それこそね本当に血を這うような低重心だったんで U ターンとかも全く不安感なかったんですが、このモデルはね、まあ、先ほどもちょっと感じたんですが、その U ターンであったりとかその走り始めそして止まる寸前とかはやはりねちょっと重心が高くなってきているんで少しねフラットするところはあるんですよね。
なのでそのあたりはねちょっと注意が必要かなとは思います。まあ、ただシリンダーがね横に突き出していて、そのシリンダーヘッドの重たい部品というのも左右にねこう矢印塀のように配置されているんで、その矢印塀のような効果で車体の安定性を確保しつつ、まあ、エンジンの搭載位置、シリンダーやクランクの位置を上げることによって運動性を高めてきたというような、まあ、そういったバイクになっているなと思います。トラックが前を走っているんで、ゆっくりとそのトラックについて走っていますが、速度はねだいたい30キロぐらい、これぐらいの速度であれば車体はもうビシッと安定しているといった感じですね。なので先ほど言ったね内容というのは本当に止まる寸前、あと走り始め、そのあたりだけはねちょっと気をつける必要があるかなと思います。で今ね一速で走ってるんですけども、やっぱりね電子制御スロットルがよくできているんで一速でも全くギクシャクしないですね。素晴らしい。スロットルのその開け閉めというかね、それは結構ちっちゃいんですよ。高速道路でコメントした通り、その前閉状態から握り返すことなくいきなり全開にすることも可能なぐらいなんですけれども、まあそのね少ないそのスロットルの開け閉めの中でこれだけ緻密なコントロールを、しかも2気筒エンジンでできているというのは本当に素晴らしいなと思います。今あえてコーナリング中にギャップを通過してみたんですけど、全く問題ないですね。どうすればこんなに接地感が強い車体、足回りを作れるのか全く常人には理解できませんが、素晴らしい。そうは言ってもね、ここ毎回言ってますけど、この峠道本当にね油断ならないんで、あまり調子に乗らないようにしようとは思いますが、これだけもう盤石の前後タイヤの接地感、グリップ感があればやはり開けたくなりますよね。さあ、あまり用はないとは言ってもブレーキどうでしょうか。はい、ブレーキは効きますけれども、これはあえてそうしてるんじゃないのかなと思いますが、そのブレーキレバーの遊びが取れて薄く当てているとき、まあ、そういった時はね結構ブレーキの効き加減というのは少しもっさりしてるんですよ。ただそこを超えてこのブレーキレバーに入力する力があるポイントから、まあ、それ以上強くなると制動力がぐーっと高まるようなところがあって、もう一回やってみます。はい、フロントがねテレスコピックフォークなんで適度なノーズダイブはありますけれども、はい、やはりそうですね、こう薄く当ててるときはこうなんていうかコントロール性重視、あるポイントを過ぎるとグーッと効くといった感じ。確かこのモデルはインテグラル ABS なので、フロントブレーキのレバーとリアブレーキが連動してたと思うんですよね。つまりフロントブレーキをかけるとある程度リアにも制動力が分配されるといった仕組みになっていたかと思いますが、もしかしたらそういうフィーリングはそれが関係しているのかもしれませんね。ただいずれにしてもこの右手のブレーキレバー使いやすいですね。ちょっと慣れると使いやすい。 SLR などはもっとスーパースポーツ的なカチッとした握り心地だったんですが、 R1250RS のこのフロントブレーキもこれはこれでいいなと私は思います。ツーリングをね視野に入れているモデルなので、これぐらいの方がねフロントブレーキは使いやすいかなと思います。リアはどうでしょうか。はい、リアはさすがにというか、まあ何度かコメントした通りこのモデルは走行可能状態で250キロで、今日私はパニアケースとか撮影機材など荷物も積んでいますんで、まあやはり重いんでしょうね。もう一回やってみますけども、はい、今もねキュッて ABS が介入した音がしましたけれども、まあ、やはりね速度がちょっと上がっているとリアだけではなかなかこの車体を止めきれないといった感じでしょうか。はい、そうですね、まあ、やはりもうちょっとリアブレーキ効くのかなと思っていたんですけれども、うん、止まるには止まりますけどね。
なので、まあ、このモデルはね、せっかくパーシャリーのインテグラル ABS なので、まあ、通常はね、フロントメインでいいのではないかと思います。あ、今はっきり分かりましたね。やはりあるポイントから制動力が高まる、そこでリアブレーキが介入しているのかもしれないですね。で、リアブレーキは単独で効くという仕組みなので、うん、まあ、このブレーキは私好みでもありますね。前後連動ブレーキ、いろいろなタイプがありますが、私はリアブレーキだけは単独で効かせたいと思うことが多いので、リアはね、リアだけで効くというのはいいかなと思います。車重が重いんで、なかなかリアだけだと制動力がね、十分に発揮されないとコメントしましたが、まあ、その分ね、こうリア引きずっている時のコントロール性めちゃくちゃいいんですよ。今リアブレーキ引きずっているんですけども、これでね、こうこのパワフルなエンジンのそのトルク出力をね、こういかようにも繊細にコントロールできるといった感じで、ブレーキはね、スーパースポーツとかそういうのとはちょっと違う方向を向いている前後ブレーキだと思いますが、使いやすいと思います。最後にですね、このモデルのちょっと気になったところをコメントしておくと、前回のね、SNR の時もコメントしましたが、私はこのリング状のね、この操作系というのは実はあまり好きではないんですよね。まあ、ここまでね、大層なものをつけなくてもというか、メニューの深い階層はね、このリングをぐりぐり回して、走行中に操作するわけではないので、まあ、このリング形式はね、ちょっと人によって好みは分かれるかなと思います。これがあるんでね、前回もコメントしましたけども、ちょっとね、こうウィンカーを出すときには親指を少し伸ばすという意識が必要になります。あとそうですね、高速道路でもコメントした通り、クルーズコントロールのスイッチはちょっとね、加速減速の制御をするレバーが小さすぎるかなという気がします。あとこのモデルはね、本当に全体的にはよくこんな安定したバイクが作れるなと思うぐらい感心することしきりであるわけなんですが、まあ、先ほど U ターンの直後でコメントした通り、これまでの BMW のボクサーエンジンを搭載したモデルと比べるとというか、まあ、この形式のエンジンとなってほとんど全車そうなっているわけですけども、まあ、やはりね、何度も言う通りシリンダーとクランクシャフトの位置が伝統的なね、過去の BMW のモデルと比べると少し高くなっているんで、走り始め、そして完全停止する寸前、あと取り回し時もちょっとそうですかね、若干ね、重心が高いので注意する必要はあるのではないかと思います。これ以外はね、さすが BMW という部分が多いですよね。まあ、私も先ほど、今日はあえてトップケースとパニアケースを装着して走っているよとコメントしましたが、実はあのコメントするまでケースを3つ装着して走っているという意識は全くなかったんですよね。まあ、それぐらいね、これだけ大きなモデルでありながら左右方向の運動性は本当に高い。まあ、この辺りはね、本当に素晴らしいなと思います。ということで今日は BMW の R1250RS プレミアムラインの試乗をしました。それではこのモデルの外観を眺めながらスペック装備などをざっと確認します。車体重量は走行可能満タン状態で 250kg となっています。ホイールベースは 1530mm、 エンジンは空冷と水冷を併用した4ストローク4バルブ DOHC の水平対向2気筒エンジンとなっています。ボアストロークは 102.5mm×76mm、 総排気量は 1254cc、 最高出力は136馬力、7750回転、最大トルクは 143Nm6250 回転、また圧縮比は 12.5 となっています。そしてこちらにシフトカムと書かれていますが、電子制御によりバルブタイミングを自動的に変更するエンジンとなっています。エンジン反対側に回ってきました。この角度から見ると若干分かりやすいのですが、吸気はシリンダーの上から、そして排気は真下から行われるということで、これがこのエンジンの大きな特徴となっています。また近年の上位クラスのモデルではスタンダードとなりつつあるアップダウン両対応のクイックシフター、バックトルクリミッターなどを標準装備としています。
フレームはスチールパイプを丹念に組み合わせたトレリス構造、リアフレームはアルミ製となっています。フロントサスペンションは BMW お得意のテレレバーではなく倒立タイプのテレスコピックフロントフォークを採用しています。一方リアサスペンションは BMW お得意のパラレバーを採用しています。この角度から見るとドライブシャフトを内蔵したスイングアームがとても長いということがわかります。リアのショックアブソーバーはこのような外観となっています。上の黒いケースにダイナミック ESA ダイナミックイーサーと表示されていることからもこのモデルが電子制御サスペンションを採用していることがわかります。フロントフォークの上端部はご覧の通り左側のフォークだけに配線がつながっていることから電子制御によるコントロールは左側のフォークのみに加えられているということがわかります。フロントにはフローティングタイプのダブルディスクブレーキを採用しローターの径は 320mm となっています。キャリパーにはブレンボ製の4ピストン固定式キャリパーが採用されています。リアブレーキは固定式シングルディスクでローターの径は 276mm、2ピストンのフローティングキャリパーを採用しています。この構成からもリアブレーキはある程度実用的な制動力を考慮したものとなっていることがわかります。リアタイヤのサイズは 18055ZR17、 フロントは 12070ZR17 となっています。この角度から見るとフロントのアクスルシャフトがフロントフォークの中心から前方にややオフセットされていることがわかります。またご覧の通りフロントにはステアリングダンパーが標準装備されています。ライダーズシート、タンデムシートともに面積、幅が十分に取られておりロングツーリングを想定したシートであることがわかります。タンデムシートの下にはそこそこのスペースが確保されておりご覧の通りこの車両では ETC2.0 の車載機が搭載されています。燃料タンクはエッジの効いたスポーティーなデザインが与えられており容量は18リットルとなっています。またこのモデルではスマートキーシステムを採用していますが給油口のロックもスマートキーを感知するシステムとなっており給油時もキーをわざわざポケットから出すこともなくとても便利だと感じます。メーターパネルはこのように TFT のカラー液晶を採用しています。また手前に見えるナビゲーションはオプションとなっています。豊富な電子制御電子装備を採用したモデルなので特に左側のスイッチボックスは BMW の最も多機能なものを採用しています。そして頻繁に使うグリップヒーターや走行モードの切り替えスイッチは独立しておりこのあたりは好感が持てるポイントです。また左側にはもうおなじみとなったリング状のダイヤルとクルーズコントロールのスイッチ、そしてサスペンションの切り替えスイッチ、メニューボタンなどが配置されています。走行モードは右側のモード切り替えスイッチで、このように走行中でも簡単に切り替えることができるようになっています。そしてサスペンションにも独立したスイッチが設けられており、特性を変更できるようになっています。また左側のメニュースイッチとリング状のダイヤルで、このようにメーターパネル上部の情報表示の内容や メニューの深い階層やスマートフォンと連携した操作などができるようになっています。ただナビゲーションに関しては日本の地図の権利関係で完全な機能が実現されていないというのがやや残念なポイントとなっています。ウィンドスクリーンは可変式でこのように簡単に高さを変えることができるようになっています。そして今回試乗している車両ではご覧の通りトップケースとパニアケースが装備されています。オプションとなりますがこれらの大容量のラゲッジスペースによりロングツーリングが可能となります。サイレンサーの形状はご覧の通りとなっています。エンジンを始動するとツインらしいスポーティーなサウンドを奏でます。灯火器類はご覧の通り全て LED 化されています。またご覧の通りブレーキレバーには角度調節のダイヤルが装備されています。クラッチ側も油圧式となっておりレバーには角度調節のダイヤルが設けられています。